今日は川越の決壊現場に来ました。決壊、川越のオッペ川決壊現場に来ました。やっぱ千曲川が一番だね。じゃあ明日も行ってこなきゃ、現場に。いや、決壊現場を見て予防線に行きます。あんな目の前で見たの初めてやる。何回も決壊現場行ったけど、川越がもうすぐそこまでいたよ、水の77だってよ。明日も現場行ってこい。相模原市行ってこうかな。ご飯できますか。なんかすぐ食べれるもんない。新河岸避難所から一時的に貴重品を送りに戻りました。ご覧の方は驚いている。ヘリポートが、ヘリコプターが、沈んでた。入間川ね。川越106。入間川がある24。123。坂戸の手前ですよ。ここ。
おっぺ川っていうのが、254で入間川があるんです。落合橋254行くと落合橋があって、おっぺ川があるこっち側なんだよな。おっぺ川のこっち側、小沼っていうところがある。大谷川じゃなくて、朝日紅葉ってヘリコプターのあれがあるんだ。川越市平塚神殿、その大阪がやられた。わからんな。落合橋。ほら、ここがやられたから。おお、来たんか。落語。平塚。グラクソスミスクライン物流センターがある。霞が関先があれになってて、国土交通省によりますと、中川では常陸大宮市内の2カ所で堤防が決壊したと。水戸中川だって。栃木県佐野市です。栃木県佐野市も境目がわからなくなっています。現場ちょっと入ってきました。どうも。あ、なんかこれラー油かなんかね。あ、まだ増えてんの。まだ水が抜けるまで当分かかるよ。あれ、川越。ここ行った。赤い屋根見てないんだけど。これもうないよ。次々とボートに乗せられて、施設の高齢者の皆さんが
そして救助されてきています。埼玉県川越市です。近くを流れる川から水が溢れました。僕氾濫の現場に行ったんだけど、ここちょっと遠いんだよな。近づけんでも答えちゃう、ここに。うん、近づけん。遠いところから。あ、いやいや、見てない。これラインないですよ。買ってこない。あ、ポズレです。味付けなんの？味になんか、そういうような美味しいことは美味しい。美味しい、これポン酢かけると美味しいんだよ。うん、なんかいいよ、もういいよ。あ、その代わりしじみの味噌汁ください。青っぽさえポン酢かけると美味しい。なんか周りにいっぱい人がいるんだけどね、平穏なんだ、平然としてる、普通なのよ。騒いでない、騒いでない、パニックになってないと言えばいいんだけどね。なんかあんま関心もないような気もしないでもない。全然なんかね、平常の状態だった。あの、局所的にね、水害になってるからね、ま、町はね、別に普通なよ、川越市内は。別のところは全く普通。うん、普通普通。そこだけがそうなんですよ。うん、なんかプールみたいな感じになってる。なんでそこだけなったんやろうかね。入間川とオッペ川の間なんよ。中洲みたいになってて。大体危ないところなんですよ。うん、中洲みたいになったところにね、水が溜まってる。大体さ。それ以外は大丈夫みたいな。そちらなかったんやろね、やっぱね、そういうところじゃ、うん、あらかにもあるよ、そういうところ。他のところはもう平気。全然普通のとこは普通。なんかプールみたいに、ね、中が水浸しに中がもう、水が溜まってくださいって言わんばっかりのところ、ね、うん、溜まってくださいっていうか、低くなってるね。溜まるのを予想してる。うん、だからその外にも堤防があってね、市街は守られてる。工場とかいっぱいある。テレビで見ると実際これ違うですかね。
ラジダーの目の前で見れる。テレビで見たらいかにも全体がなってるような、なってるようだけどね、川越の橋だから市街は全然平気、平気とか普通通り。もっとね、市内の人が動いて助ければいいのにと思った。助けようがないの、移動するじゃん。ほっぺ川、パニックになってないというか、ね、日常風景。これ、うん、またあのしじみの100個入り買ってきて、うん、そ結構高いんだしじみの、どれ、まあ、寝たね、これ、あんたこれは高いけど100個入りは安い。ちょっ川越市なん、川越市支援、お願いします。郊外、郊外、川越の橋。よくわかったね、地図見ながら行ったの。うん、入間川があるから簡単よ。入間川の国道254って川越カードに、川越カード行けばいいの。ほっぺ川の間だったの。ほっぺ川よ、入間川の隣。川越街道行けばぶち当たるから、そこからね、ほっぺ川、ほっぺ川すぐね、500メートルぐらい先、200メートルぐらい。お父さん、もうすぐそこよ、川越街道の。だけど川越街道からね、もう200メートル先、横っちょの方に、うん、決壊現場が見える、見える、見えるけど全然誰も来てない人。関心がないかな、関心がないか、自分のことで精一杯なんかね。向かうところはどうもなかったんじゃろう。うん、他のところはどうもない、局所的に水浸しになって。いや、でもその局範囲が広いからね、プールの範囲は。あんまり家がないとこなんじゃろ、その家が。あるある、家がいっぱい、家がある、あるけどそこだけがそうなってるわけ。うん、危ないところに柳瀬川とか見たけどね、電車からもうギリギリのとこでね、ギリギリ大丈夫だったみたいな感じ。そうね、川いっぱい流れ寄ったんだよ、長いよ、そう長いと跡があった。駒川で、駒川とか危ない。ごちそうさま。